はいどうも、めんでーす。イエイ。というわけでですね、前回はですね、予想してたんで、お前誰だよという人も中にはいるんじゃないかと思いますが、改めまして、子供ドラゴンめんめんでーす。どうもー。はい、というわけでですね、今回自分の動画としては、2本目なんですが、何をやろうかなーと散々悩んだんですけれども、以前ですね、韓国にバンドのライブで行ってきたんですけれども、その時にですね、韓国で有名な辛いラーメンなのかな、それをですね、買っておきました。今日は辛いラーメンを食べてみようかと思ってるところですね。というわけでですね、その辛いラーメンとはこれだ。スプーン付き。はい、これはまあそもそも置いといて、こちらのですね、プルダッくんぽっくんみょんとは何ぞやと。こちらはですね、韓国で割とポピュラーなカップラーメンだと思ってます。日本でいうカップヌードル的なやつですかね、知りませんけど。種類がたくさんありまして、多分ね、こちらにてん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 って出てることでしょう。編集お願いします。韓国語全く読めないので、プルダックンポックンミョンっていうのはチャヌから聞いた名前なので、果たして合ってるかどうかも分かりませんが、鳥が辛い顔してるでしょ。すごくこっちもほら暴れ倒してるんで、一番高かったんで一番辛いだろうということで韓国で買ってきたわけです。で、私ですね、今まで散々辛いものというのは食べてきたんですが、いかんせんね、リアクションが弱いと。メントスコーラっていうのがアップされてたと思うんですけど、それを見てもらったら分かる通りね、何のリアクションもできません。正直者なので、本当にこれが辛くなかったら、辛くねえぞっていう顔もしちゃうかもしれないんですけど、リアクションもいい方がね、多分面白いと思うので、リアクションも頑張りつつ、これを食べてみたいと思いまーす。レッツゴー!ティンティクティンティンティン、スイッチオン!開けまーす。お、中は普通の乾麺が入ってますね。なんか謎のやつと謎のタレです。多分これがめっちゃ辛いやつ。これも開けないとね。待ち時間とかね、まあ、沸かしとくだけかな。ちなみにこれはですね、うるさいね、ここにね。おお、おいたぞ。お湯を入れたいと思います。はい、お湯入れました。そしたらこれも読めないんですけど、多分3分ぐらいだと思うので、3分待っていきたいと思います。ドキドキする。辛いのは本当に苦手なので、他からも一番辛くないやつしか食べたことありません。ココイチも辛くないやつを食べます。むしろ甘くするやつをかけて食べたいぐらいの甘党なので、果たしてこれが食べれるんでしょうか、完食できるんでしょうか。でも食べ物を残すことは嫌いなので、頑張って全部食べたいと思います。あ、今のところすごく焼きそばみたいないい匂いがします。焼きそばじゃねえか、ポイントと同じ匂いがします。うん、あと1分30秒リアクションの面白さ、かわいい。しんどそうだ。辛い。時間になったぞ。あ、止まんない止まんない。よし、お湯を捨ててきます。開かないぞ。見えねえな。あ、出ちゃった。はい、捨ててきました。どうですか、見て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 、これもうライキがいい。あ、すごくいい匂い、超美味しそう。このまま食べたいですけど、この辛いやつを入れます。うわー、これ匂いが辛い。うん、うん、あ、いけるいけるか。あ、辛っ。あ、やべ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 。これはすごく辛いかもしれない。どうしよう、あったまいて、やべ。大丈夫かな。まずじゃあこの、入れたうわカレー、これを混ぜます。こっち本気モード入ります。あー、でも匂いはいいか。あー、匂いも辛いな。飲み物も一切飲まず最後まで、チャレンジしてみたいと思います。飲み物とかには頼らないんで、ロックなんで。いい感じに混ざりました。真っ赤っか。やばい。そしてさらにこれは何なんだろうな、火薬かな、辛くないのかな。
もしかしたら。もしかしたら辛くないかもしれないけど、お、これはただのあれかもしれない。入れまして、完成でーす。さあ、ブルダックンポックンミョンにチャレンジしてみたいと思います。わ、匂いがすげえな、マジで。いただきます。やべえ、変なよだれがすげえ出てる今。うん、あ、おいしい。え、あ、待って待って、やばいかも。あ、やばいかもしれない。あ、やばい。辛っ。やばい、辛い。いや、そんなことない。辛くない。嘘です。辛くないかも。いきます。すごく辛さの中にもね、麺がとても美味しい。これは麺がとても美味しいです。これ麺がとても美味しくて、辛さの中にも旨味があって、辛いだけじゃなくてすごくとても美味しい気がします。もうなんか口の中がヒリヒリして、もうよくわかんないですけど、美味しいです。すごくこれが韓国で人気なのはね、わかります。すごくでも辛いです。すごく辛い。すごく辛いけど美味しい。辛いけど美味しいからやめらんねえな。美味しい、すげえ美味しい。あ、慣れてきたかも。はい、完食でーす。はい、スプーンいらなかったな。いかがでしたでしょうか。すごく辛いですけど、辛いだけじゃなくて、すごく美味しい。ぜひぜひ、韓国にね、日本の国内では置いてないのかもしれない。もしかしたら新大久保とか行ったら、もしかしたらあるかもしれないですけど、ぜひぜひ韓国にね、旅行に行った時だったり、子供ドラゴンは年に一度のペースぐらいで韓国でね、ライブもやらせてもらってやばい、聞こえた。韓国に行ったら、コンビニでもお土産屋さんでも絶対に売ってるので、ぜひぜひ買ってみてチャレンジしてみてください。チーズが入ってるやつだったり、辛さがマイルドになったりするやつもたくさんあるので、これは一番辛いやつなのでね、こんな感じになってますけど、美味しかったです。ご清聴の方ありがとうございました。チャンネル登録だったり、よろしくお願いします。子供ドラゴンめんめんでした。